こんにちは、オーメンズイレブンです。本日は静岡県の宇佐美に来ています。まずは概要欄 URL より前回の動画をご覧ください。気がついたら寝てしまっていた。時刻は午後6時半。晩飯の調達をしなければ。せっかく来たので夜の宇佐美の街を歩いてみよう。ホテルの雰囲気もまた一段と深みを増してきた。脇道を通って階段を下り、住宅街を歩く。車では何度も通過しているが、この街を歩くのは初めてだ。こんな時間なのにまだ浜辺にはにぎわう人々が。洒落たホテルを発見した。このテラス席で夜ご飯を食べれるなんて羨ましすぎる。それにしても人がやけに多い。浴衣を着ている人までいる。とりあえず宇佐美駅まで歩いてみよう。ここで私はなぜ外を歩く人が多いのか理解した。本日花火大会が開催されるらしい。まさか誕生日に花火大会が開催されるとは。このご時世で奇跡にも程がある。宇佐美駅に到着。花火大会の影響か、ここに来るまで店が全く開いていなかった。屋台もさすがに見当たらなかった。街中で生演奏、なんという風情だ。まずい、このままでは夜ご飯が本当にないぞ。たまたま見つけた店でなんとかビールをゲット。そして先ほどのおしゃれなテラスだが、なんと一般客にも開放されているようだ。てっきり宿泊客だけだと思っていたので、この席に座れたのはかなりラッキーだ。さらには飲み物と食べ物を注文することができた。もう本当に感謝しかない。なんて日だ。この店に出会わなかったら俺はどうしていたんだろう。うまい、うますぎる。そしていよいよ花火が打ち上がる。浜辺の方もだんだんと賑やかになってきた。
花火を見ることができるなんて、今にも感極まって泣きそうだ。数年は見ることができないだろうと思っていた。すごく綺麗だ。外で酒を飲みながら花火を見る。数年前までは当たり前の出来事だった。今日もし花火大会がこの地で行われると知っていたら、私はここに来ていたのだろうか。さまざまな思いが頭の中を駆け巡りながら、ただずっと花火を眺めていた。クライマックスだ。という間の時間だった。花火が終わると同時に帰路をたどる人々。宇佐美に宿を予約して本当によかった。人の流れを避け、ここで少し待とう。だんだんと人気が少なくなり、祭りの後の静けさが感じられるようになってきた。もう少しだけ外を散歩したい。現地の雰囲気のあるバーに入りたい気持ちを抑えつつ、自販機で飲み物を数本買って宿へと戻ることにした。ホテルに到着。時刻はまだ午後9時過ぎ。もう少しだけ夏を感じたい。事前に用意しておいた氷とコップを持ち出し、外の休憩スペースで一杯だけ飲むことにした。
今日の出来事は一生の思い出になるだろう。旅行の時にしか吸わないタバコもいつもより本数が多かった。部屋に戻って風呂に入ろう。ベタベタになった体の汗を洗い流し、夜風に当たる。私は今沖縄にでもいるのだろうか。乾いた喉を潤した後は晩酌の開始だ。本当に今日は幸せな一日だった。朝だ。この景色を見るとまだ昨日の幸せな時間が続いていることを実感する。しばらく外でぼーっと過ごし、またベッドに戻ってみる。そろそろ現実の世界に戻らねば。体全体に染み渡る美味しさと優しさ。チェックアウトの時間だ。平穏な日々が少しでも早く訪れますように。さあ、次はどこへ行こうか。